ウテタク YouTube、こんにちは、タイガです。今日は、ハンブルクダービー、ハエスファー対、ザンクトパリの試合を見に行きたいと思います。ということで今からハンブルクのスタジオに電車で向かいたいと思います。まあ、僕の予想なんですけど、今日ダービーなんで、電車は多分おそらくかなり混んでると思いますね。ぎゅうぎゅうな感じになると思います。ダービー、同じ街の2つのチームのダービーですからね。まあ、列車が来ました。こんな感じです。これに乗っていきたいと思います。ダービーということもあって結構満席ですね。ということで今、ハーエスファーのシュタディオンがある、シュテリンゲンアレーナ駅に着きました。ここでみんな降りてます。人がやばいですね。いや、ダービーということもあってマジで人多すぎるから、みんなこんな感じで駅の前でビール飲んで、まだスタジアムに向かってないって感じですね。すげえ人がマジで多い。後ろでサポーターがもう応援してます。今日はいつも以上に人が本当に混んでて、ダービーなのですごいですね、迫力も。バスで行く人と歩いて行く人がここで分かれます。こっちはバスでもめっちゃ混んでるから歩いて行きます。やべえな。ちょっとハンブルクダービーの説明をしたいと思います。どんなダービーなのかっていう、まず、ハンブルクの中には2チームサッカーチームがあるんですよね。ブンデスリーガのチームで、今日ホームで、戦うのはハンブルガー SV って言って、去年まで、サカシ選手が、所属してたので割と知ってる人も多いかもしれないんですけど、ここは、すごくドイツの名門でブンデスリーガ優勝も果たしてて、名門だったんですけど、数年前に、クラブ史上初の2部降格、ブンデスリーガ2部に降格してしまいました。で、ザンクトパウリ自体は、ブンデスリーガ2部を、ほとんどのシーズン戦っているチームで、宮市亮選手も日本人だと所属してるんですけど、その2チームが、まずダービーっていうのは1部と2部で両チームが違ったので、久しぶりのダービーになるわけですね。去年もあったんですけど、で前回ザンクトパウリの、ホームで、58年ぶりにザンクトパウリがダービー勝利ということで、ザンクトパウリにとっては歴史的な勝利、でハンブルガーにとってはちょっと屈辱的な敗戦になったわけなんですけど、で今ブンデスリーガー後期シーズンを迎えていて、ハンブルガー SV は今3位か2位につけていて、ブンデスリーガーで、一部昇格のために負けられない試合になってます。でザンクトパウリとしては、今残留争いをしているので、2部残留のために、勝たなければいけないという状況で、これは絶対に面白いこと間違いなしなんですけど、お互いの状況が、このダービーは本当に、歴史的なダービーなので、ぜひ見てほしいですね。スタジアムの前に着きました。すごい、試合の1時間半前なんですけど、もういつもと比べ物にならないぐらい人が多いですね。皆さんにはダービーについてもちょっと注目して見ていただきたいと思います。ブンデスリーガ2部のダービーがどのようなものなのか、J リーグと比べてどんな感じなのか、そして、世界一の観客動員数を誇るドイツの、サポーターたちの素晴らしさ、そういうのを、僕の動画でちょっと感じて、ドイツ現地の雰囲気をちょっと感じていただけたらなと思います。とりあえず、スタジアムの中に入りたいと思います。ここですかね、入場のゲートは多分
ここから入りたいと思います。今とりあえずスタジアムの中に入りました。僕が興味のはこれ、16の R の、13列目で見るので、とりあえずそのゲートにまず行きたいと思うんですけど、席チェックで、ちょっと時間があるのでスタジアムの中をまたちょっと紹介したいと思います。簡単にこれはなんかお菓子ですね。お菓子の取り放題。これは日本でもあるような感じ、駄菓子屋みたいな感じですかね。これがスタジアムにあります。これはポップコーンですね。あ、プレッツェルだ、プレッツェルで、これがポップコーンです。で、この奥にあるのが飲み物屋さんですかね。これはまあすごく並んでますね。やっぱりご飯も売ってます。で、パンショップもありますね。まあ、やっぱダービーということもあってね、みんな試合前からスタジアムに入ってるというか、結構ねドイツは割と直前まで入らないんですよ、外でビール飲んでて。でもさすがにダービーだからやっぱみんなすぐに中入って、中で今回は飲んでるんですかね、ビールとか。これホットドッグです。ピザもあります。まあ、売店といってもね、基本はソーセージとね飲み物なんですよ、ドイツは。あんまねなんか込み入った食べ物はなくて、まあソーセージ、プレッツェル、ビールさえあればって感じなんですけど、うん、そんな感じですね。ここ最近の成績なんですけど、ザンクトパウリはねあんまり勝利をね最近得れてないんですよね。引き分けとか負けだったり、ハイスパーは逆で結構勝ってて、本当に真逆のチームが戦うことになるんですけど、ザンクトパリっていうのは本当に執念深いチームなので、なんかねこの警察がめちゃめちゃいるんですけど、多分このね左のここの左ゾーンがね相手のザンクトパリサポーターゾーンなんですよね。だからハイスパーサポーターとの衝突を多分避けるために警備がしっかり引かれてるって感じですね。まあこっちの警察強そうですからね、やっぱ。今回アルコールが禁止されてますね。アルコールフライしかダメらしくて、多分ダービーなんでアルコール入ったら多分衝突の可能性が高まるから、サポーター同士の多分アルコールなしっていうことですね。今売店で食べ物買ったんですけど、これシュニッツェルブーチェンって言って、今回ソーセージじゃないんですけど、カツレツですね。ドイツ版トンカツみたいな、それパンに挟んで美味しそうです。うまいです。なんかね僕のブロック16なんですけど、なんかザンクパーリサポーターとハイストアサポーターの間にねなんか警察がめっちゃいて、衝突避けるためになんかブロック作ってて、なんか一周回ってなんかスタジアムの中にいるんですけど、めちゃくちゃ大回りして僕のブロックに行かないといけないっていうね、めちゃくちゃ大回り今してるわけなんですけど、スタジアムがでかすぎますね、もうドイツのスタジアムは。試合30分前なんですけど、だんだん混んできましたね、スタジアムの中が。これ立ち見席なんですけど、ハンブルガーの圧巻ですね、みんな。これハンブルガーの立ち見席なんですけど、すげえ。まあ僕は違う席なんですけど、ちょっと紹介並みに、ハイスパーの立ち見席なんですけど、試合30分前からもうサポーターがめちゃくちゃ入ってます。これ全部ハイスパーのサポーター、やべえ。今からスタジアム入ります。自分の席探したいと思います。さんのは、あ、後ろにあるのはザンクトパーリのファンですね。これ左奥にあるの、逆サイドにいるのがハイスパーのファンです。やべyou
スタメンです。やばいな、めっちゃ楽しみ、めっちゃワクワクしてます。どんなダービーがどんな感じなのかっていう。Ist doch klar, du bist wunderbar.
宮市選手のカットからザンクパーリゴール生まれました。20. Spielminute, Tor für den FC St. Pauli, Torschütze mit der 17, Matt Penny.やばい、宮市選手2点に絡んでます。すげえ。今ハーフタイムなんですけど、前半はまさかの、アウェーのザンクトパウリが2点リードで2対0っていう、まさかの残留争いのチームが首位争いのチームに 2-0 でリードっていうまさかの展開だったんですけど、宮市選手が2点ともゴールに絡んでて、めちゃくちゃいいプレーでしたね。もうザンクトパウリ結構宮市選手となんかフォワードのでっかいやつがいるんですけど、ヘンクマンだったっけな、そいつからチャンスが全部生まれてて、まあ僕としてはザンクトパウリのファンなんで、すごい面白い試合だったんですけど、ホームのハイスパーが後半巻き返すかっていうのにめちゃくちゃ期待して、見たいと思います。宮市選手の後半の活躍にも注目ですね。ということで後半を見に行きたいと思います。後半始まります。また発煙筒、アイスファーはブンデスでも屈指の発煙筒で罰金されてるチームですからね。一応これザンクトパウリファンも盛り上がってます。ビデオ判定でハイスパーのゴールが取り消しされました。サポーターはまた発煙筒で暴れてます。まさかのザンクトパウリ、アウェーのザンクトパウリが 2-0 で勝つっていうね、まさかの展開だったんですけど、宮市選手が2点とも絡んでてめっちゃいいプレーでした。
僕としてはまあザンクトパウリファンなんですごく嬉しかったんですけど、ハヤスパもすごいいいチームで、両チームすごいいい戦いしてくれて面白かったです。また僕のチャンネルでサッカー面白いなとかドイツサッカーに興味持ったりしたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたいろいろブンデス観戦行くので、ぜひ動画を見てください。それではまた、チュース。